Thank you.
ワン、ツー、スリThank you.
GM スダルタ氏とインドネシアの漫画。バリ島はインドネシア共和国に属する島で、広さは東京都の 2.5 倍、赤道に近い南半球に位置する熱帯型気候の島である。この説明文は、どこに出ていたかというと、コミック誌の中なのだ。週刊モーニングに連載の課長島耕作っていう漫画の中にあった。主人公の日本のビジネスマンがバリ島へ行くエピソードがある。今では日本のコミックスには様々な情報が盛り込まれていることを驚くほどだ。人口は265万人、州都はデンパーサール。州都といっても高いビルが立ち並ぶ都会ではなく、至って素朴な佇まいだと漫画の中の説明は続く。そしてこの漫画を見た後、つまり昨年、1989年のクリスマスに、だが、私はたまたまバリ島へ旅行していた。小野光よ、なんて読むのか分かんないけど、小野なんとかさん。小野光生さん。私が離陸したばかりの機内で、インドネシアの新聞をいくつも手にしていると、パーサーが笑って、あなたはインドネシア語がわかるのですかと英語で話しかけてくる。スラマットパギ、おはようございますと私はインドネシア語で答えた。4年ほど前のやはり年末にインドネシアに旅行したとき、私はジャカルタでインドネシア語のテキスト、英語版を買っておいたのだ。さて、新聞を広げる。インドネシアを代表する新聞はジャカルタで発行されているコンパスである。そしてこういうのはやはりインドネシアを代表する漫画家が時事漫画を載せているはずだ。機内で手にした1989年12月24日のコンパス誌の第一面に大きくその漫画があった。アメリカのブッシュ大統領、カウボーイの姿をして腰の二丁拳銃だ。とソビエトのゴルバチョフ書記長が仲良く、清しこの夜を合唱している図。クリスマスイブの新聞の第一面、国際政治面の漫画としてはこれはぴったりだろう。この漫画や第一面の写真など、新聞の随所がカラー印刷になっている。これはインドネシアの他の新聞でも同じだ。もっとも4年前にはまだカラー印刷じゃなかったが。第一面の漫画の作者である GM スラウタは今44歳。1967年からコンパス誌に漫画を描いているから、そのキャリアは長い、どのこうの。ということだ。これがその漫画。見えるかな？見えるよな。これ向かって右が、ブッシュ、シニア、お父さん。左側ゴルバチョフだろうな。1989年の漫画。で、これがその書いた人、スラウダーですね。まあ、そうするとね、まあ、これ見て思ったけど、まず、漫画といっても、一コマとか、一コマに限らなくても、まあ、短いものと、四コマとか。また短編みたいなものと、あとはまあ、ストーリー漫画って分けた方がいいだろうっていう。で、ストーリー漫画でもまあ、まあ日本に話を限るとまあ、少年漫画と少女漫画。で、漫画といわゆる劇画というものもあるけれど。またギャグ漫画とシリアスなストーリー漫画というものもあるけれど。ね。それに対して新聞とかに載るのはもちろん新聞スペースで限られてるから、一コマ漫画の、まあ、時事とか、まあ、政治風刺もの。まあ、で、これは国際政治面ということだけど。そういう漫画だというね。GM スダウタの代表作はパシコムおじさんという時事漫画で、これは1985年に日本語版も刊行されている。そうなんだ、僕は知らなかったけどね。コンパス誌1967年以来ずっと連載してきた一コマの政治漫画を修正したもので、400ページもの原書はおそらくインドネシアでこれ前に刊行されて最も高価な漫画の方に違いない。パンコモジさん、オームパシコム、パシコモジさん、オームパシコムっていうのは、彼の時事漫画の中に、出てくる、ベレー帽をかぶり、背広を着た紳士のことである。その背広の、肘にはいつも釘が当たっているのが特徴だ。パシコムという名は、発表紙のコンパスをひっくり返して作られたものである。スペルをね、綴りを、コンパスっていうのをひっくり返して、パシコム。引き返し作られたものである。一人の平均的インドネシア人として、世相を眺めている中年の男といった趣。
しかし、そう書いてみて、このおじさんは、実はあまりインドネシア的でないことに気がつく。彼の身なりも、むしろ西洋的である。そのことは作者も承知している。いや、そもそもこの漫画家は、子供の頃アメリカのコミックに親しんでいたのだ。で、この人が、このインドネシアの漫画家が親しんでいたアメリカのコミックとはこういうものだったんですね。いうことなんです。インドネシアでは映画などにも表現の制限がある。漫画でも例えば政府の指導者をはっきり批判することはできない。スラウタはそういった制約をうまくかわし切り抜けてきている。同じく機内で手にした別の新聞には、ノンノというスラウタより若い、やはり人気のある別の漫画家が第一面に色づいて時事漫画を載せている。クリスマスツリーの上にノリエガ将軍の大きな顔が載っている。ノリエガ、この80年代終わりのね、まあね、時代が感じするけど、ノリエガ将軍の大きな顔が載っている。パナマと使用された火災のついたツリーに爆竹ではなく爆弾が仕掛けられている。それに前回処するアンクルサウンドの手が見える。この漫画家は、一コマの風刺漫画の他に、日本でいうところの四コマ漫画も描いていて、これもクリスマスが話題になっている。ボス、サンタクロースって欲しいものをプレゼントしてくれるんですって。サラリーマンのクリスマス会の席で部下がボスに聞いている。それじゃあ、今度のボーナスを増やしてくれるよう、サンタクロースに手紙を出しますよ。目の前のボスに対する皮肉を引き返した漫画だ。っていうような、こういう書き出しだった。私たちは昨年の大晦日の午後、バリを後にした。だから私は1989年12月31日にインドネシアの新聞の漫画を見ることができた。メディアインドネシアという新聞は1ページ全体を使って新年を迎えるカラーの漫画を使っている。1989という旗を掲げた船に、この1年間に世界を騒がせた人たちが同乗している。ホメイニ氏のように亡くなった人たちの姿も見える。日本なら宝船と言いたいところが、これは地獄の宝船か。世界の船の番長が。これな。ホメイニ氏とかはまあ懐かしい名前もな。そして、昨年最後のコンパス誌に GM スラウタ氏はどんな作品を発表しているだろうか。そう、またしても、ノリエガ将軍という標的に、ピストルを乱射しているブッシュ大統領の漫画や。弾痕がハッピーニューイヤーという文字を刻んでいる。全く昨年末から今年の初めにかけてはアメリカ軍のパナマ侵攻が世界中の漫画家に格好の話題を与えてくれたと言えよう。なお、この漫画の右下に小さく描かれた人物、ゴルバチョフ書記長と握手を交わしている人物がパシコモおじさんなのである。こんな風に、彼はスザートの漫画の中でさりげなく姿を見せることが多い。なお、ここには、1990年新年おめでとうとロシア語で書かれている。これは後で、本人から聞いて知ったのだが、スラウタ氏はジャカルタのスビエト大使館に出かけていって、その正しい通りを教えてもらったのだった。で、まあ、次はシンガポールの漫画家さんの話ね。シンガポール。これもまあ、俺は行ったことないけど、まあ、なんか懐かしいね。フィリピン。フィリピンな。フィリピンコミックスの歴史という本が1984年にマニラで刊行された。どのコーナー。この国のコミックスについてきちんと詳細に記載された、これは唯一の本だが。そうね、まあ、世界中どこにでも、まあ、優れた文化というのがありますからね。香港の漫画。な。
香港に非常に暴力的なコミックスが出回っていることを私が知ったのは1970年代初めのアメリカの雑誌エスクワイアを通じてだった。こういうな、まあこの人の小野さんによればまだ劇画風じゃなくてまだ漫画風のタッチだということだけども、そういう絵だった。まあまあ、他にこの後の人だけども、まあ、バー・エイセイという人、まあ、香港語読みわかんないけど、池上良一の影響を受けている。そうなのか、うん、まあ、どんなまあ文化の広がりも、まあ、国際的なのもあったりな。次はタイだな。日本の漫画はタイでどうなのか。日本のものは歌でも漫画でも何でも人気を何でもやってみせること、売り物のある大臣なんか、ミスタードラえもんと呼ばれていたくらいさ。新聞には読者の投稿イラストを毎日載せているけど、もう 100% 日本のコミックのキャラクターの絵だよ。ビデオショップには日本のアニメのコーナーがあるしね。日本の歌縛りは大じゃ大人気だよ。マレーシア。中国の現代漫画傑作集。またマレーシアな、ね、ちょっと今少し読んでみるけど、これ書いたけど、このアメリカから輸入されている風刺用マシン、マット。これ日本でも、小林伸彦のあの、あれだ、ほら、朝読んだ、朝だっけ、読んだ、あの、時代観察者の冒険に、もう出てきたけれども、当時の有名なユーモア雑誌というか、風刺雑誌だったようだ、これな。僕はもちろん読んだことないけど。でこれシンガポールの人な、大友克洋のアキラはもちろんだが、足立みずるの漫画も好きなんだよっていう。結構だから昔からまあこういうまあ文化的な交流って昔からあったということですね。フィリピンの生活風景とラリー・アルコラ。いや、かつては確かに政治漫画家だったのだが、とフィリピンのラリー・アルコラはマレーシアの政治取材記者たちに何度も同じ答えを繰り返していた。マルコス時代の戒厳令、1972年で私が政治漫画を描いていた新聞が潰されていたら、私は政治漫画からは離れているよ。というな、まあ、そういうことも世界中であるって。これがラリー・アルコラさんという人。まあ、少し読みますよ。まあ、これ皆さんどう思うか知りませんけれど、まあ、書いてある通り読みますけど、秋野政権がこのまま続いてくれればいいのだがとマレーシア旅行中の彼は語っていた。ただマルコスは反体制出版物とその政治漫画を潰したが、彼のやったいいことの一つは作品の権利は全てアーティストに属するということを決めたことだ。だからフィリピンでは漫画の著作権は全て漫画家が持つようになっている。それから彼はこう語った。まあ、次も、まあ、問題含みだから皆さんどう思うか知りませんけど、フィリピンの最大の娯楽は、最大の話題は政治だ。フィリピン人にとってはとりわけ田舎では政治は最大の娯楽になる。経済もそうだが、
選挙が一番みんなをワクワクさせる。例えばミンダナオ島の帰属問題や戦争も彼らにとってはゲームなんだ。打ち合いがあっても外に強い見物している。戦争ウォッチングは格好のゲームだ。中にはどっちが勝つかかけてるやつもいる。いや本当だよ。でもフィリピン人はいつもユーマを見つける。冗談ばかり楽しみ好きなんだ。彼らは苦しいことがあってもすぐ立ち直る。めげない、現実を受け入れ、辛い状況なんとか生き抜くんだよ。次はシンガポール、コリン・ゴー。コリン・ゴーってなんだ。コリン・ゴー、この当時最年少20歳、兵役にまついていたシンガポールで。マレーシアのジャーナリストや学生たちを前にしたシンポジウムの席で、良い漫画とはどこで判断するのかという質問が出され、答えるようにとラットに名指された私は、その漫画の中に感じられる人間味、何か成立したものが感じられれば、それはいい漫画だと思う。絵の上手い下手は必ずしも重要ではない。と慌ててスタッフに答えた。すると、聴衆の中にいた一人が手を挙げて、いい漫画かどうかの尺度は明快だ。読者が決めるのだと言った。それはいかにも最もらしいが、必ずしも正しくない。なぜなら、随分変わらない漫画がベストになり、人気を得るという例はいくらでもあるかなと私が心を持っていると、コリン・ゴーが口を挟み、さっきミスター・オノの言ったことが私は重要だと思う。誠実さということ。漫画家は自分のテーマに誠実に取り組み表現していれば、それは優れた作品だ。漫画に限らず、これは全ての芸術作品に当てはまるが、と付け加えた。我が家を得た思いで私は嬉しかった。またこういうした討論の場合はよく合うのだが、例によって漫画は芸術かどうかという意味の質問が出た。コリン・ゴーはシンポジウムの後私に伝えた。今さ、なんて質問なんだ。漫画はもう特に芸術だ。ただ他のアートとフォームが違っているだけさ。それはさっきの同じとこなのかな。大友の明も、もちろんだけど、足立みつるが好きだというふうに言っていた。で、まあ、生半から日本のコミックスファンよりも日本の漫画に詳しい彼、マレーシア人。1970年生まれ。俺の5つ上か。な。こういう漫画か？ん？見えるか？見てもね。この英語ビールス汚染事件でという漫画のあれね、犯人と対決したシンガポールはまず敵のキングズ・イングリッシュに感染し、シェイクスピアミッティアみたいな英語を喋ってしまうが、なんとか耐え、シンガポール人本来のラーという言葉を発して故郷を脱出。犯人に精神勝負を挑むが、精神が空っぽなので敵の精神力が空回りし、ここでも奇跡的に勝利を得、シンガポールの人たちを再び安心してシンガポールイングリッシュを喋るようになったのだ。漫画ですか？もちろんね。で、この人は、僕は10代のセックス奴隷だったという漫画を出してるらしいんだけど、このタイトルに意味はないらしいんだよね。このタイトルに意味はないというところに意味があると言って、内容には全く関係がない。関係がないんだって言ってね。そうするとね、まあ、80年代、それ以前の、まあ、戦後、まあ、ずっと日本にもあったような、こういうサブカル的な、まあ、ね、そういう、まあ、刺激的な、戦場的なタイトルだけど、それは内容とは関係がないという、ようなものは、まあ、世界的にあるんだということでしょうね。中国アニメの父がどうなのか。韓国の新聞漫画家たち。書き出していこうだ。韓国の、新聞、
新聞漫画家は、旅行ができないんだよ。書き溜めしてもせいぜい3日か限度だ。10日も留守にしたら新しさのないテーマで漫画を書き溜めしておかなきゃいけないから。読者の非難が殺到する。韓国は政情不安定でいつもいろんなことが起こっているから留守にできないんだ。そう言ったのは東亜日報にもう11年にわたって4コマものの連載漫画、ナデロ先生を書いてきているイーホングさんである。その時、私の前にはリさんの他に東京日報にコバウおじさんを連載しているキム・ソンファンさん、ソウル新聞にカトリー女子をもう24年間にわたって描き続けているヨンオクさんと計3人の漫画家がいた。俺もですね、まあ、もちろんこういうことに全然詳しくないんですけど、まあ、文化現象、文化として面白いと思うから、まあ、こういう本も読んでるわけだけどね。キン・ソンファンさんは、3人の中で、最年長というよりも韓国漫画界では、韓国漫画界では長老で今年59歳、海上の生まれで、動乱、朝鮮戦争の時には従軍画家として国防軍の仲間と一緒に働いた、この世代の韓国人として日本語を話す頭に伸びた一本の毛が特徴の小林さんの漫画はまず1950年から週刊誌に発表し1955年2月から東亜日報の新聞連載になった。それからずっと時事漫画家として東亜日報の看板で続けた。コバウの漫画は政治家を批判するだけではなく身勝手な一般市民をも批判したりしているんですよとある年配の韓国女子が私に語ったものだ。警官が泥棒を追っかけている漫画があって追われている泥棒が開き直って俺は庶民だぞと言う。そうすると警官が母は庶民なのと私は失礼しましたと謝っているのよ。庶民も思い上がったらとんでもないというふうにして印象に残っているわ。これは面白いですね。母は庶民さんの立場を失礼しましたって何なんです。面白いこれね。小葉おじさん、小葉おじさんの後になぜおじさんして小葉おじさん、こういうのが言えますか。コバウおじさんはこう一番左これね、向かってね、こういう画風らしい。それは50年代のコバウの全盛期の作品の一つだったのだろう。そしてコバウというキャラクターの位置は韓国の新聞、新聞連載漫画の主人公の多くと同じく世間の傍観者としてのコモンマン、一般人である。だが1980年の光州事件の時、彼の漫画は政府の気にいるところではなく東亜日報から朝鮮日報へと移り今日に至って当時新聞漫画家の受難は別に珍しいことではなかった。実際には私の漫画を気に入ったチョンドファン大統領はこれはやりすぎでまずいと思ったらしく、また東亜日報に書かないかと大統領は私に言ったものだけど、その時はもう東亜日報の社員じゃなかったし、新聞社内で私のことをよく思わない者もいたようで、ちょうど朝鮮日報に誘われてもらうからそっちへ取ったんですよと金さんは言う。ということなんですね。次、作者とともに読者も動く韓国のトコビ。
これは何て人だろうか。名前、この漫画の漢字の読み方がね、あれですからね。アン・ソンファンさんというソウルの韓国の漫画家で、こう言っていると。長い間のですね、独裁政権のおかげで私、漫画家として私は有名になった。東南アジアの状況は日本を除いてみんな そのようなものではないかな。韓国は、政治の状況が荒っぽい、原始的なんですよ。だから逆に政治の焦点はくっきりしている、漫画にしやすい。日本ではそれが曖昧で、この間日本のテレビを見ていたら、日本の首相は誰かと聞かれた女学生がその時は海部首相になっていたのに、中曽根でしょうなと答えていた。韓国では考えられないことだ。まあ私の国では歴代の政権が漫画を提供してくれていたよ。ノッテウ政権になってからは完全な独裁でもなんかミスでもなく、超短半端に漫画をしにくいと困っていたから、今度の水星事件はありがたかったよ。皮肉っぽく笑うアンさんは、トコビの漫画の10回のうち3回は、10回のうち3回はですね、国際的な話題を取り上げるように心がけているよ。しかし、新聞の漫画には日本のそれのように、生活面でのユーモアも欲しいと思う。韓国の新聞漫画は、真腕、神経の一番太いところを必ずして叩いているような話題だ。読者がそれを要求する。でも私が本当に描きたいのは、もっと繊細な感情なんだ。神経の微妙な動きから生まれるユーモア、それが韓国の漫画にはないんだ。ということで、これさっき冒頭のパシコモおじちゃんが映画になったみたいな。このスダウタスの漫画が減ってしまったらしいということで、その事情があるわけだけれども、週刊新聞としてはインドネシアで最も人気のあるモニター社60万の発行部数を持ち、映画やテレビ、エンターテインメント商法によりジャカルタのみならず全国的に親しまれていた。編集長はこの国よく知られた作家だが、この週刊新聞では、ですね、読者による人気投票を行っていた。読者の投票により人気者の順位が決まるのである。そして昨年の12月にモニターに載ったその投票結果は、1位がサウト大統領、2位も政治家というに続き、第7位にモニター誌の編集長が選ばれていた。それはいいのでは、第11位に挙げられた名前がモハメッドであった。つまり、キリスト教で言えば、イエス・キリストに相当するイスラム教の原始の名は、読者の投票ではですね、新聞の編集長より下の11位になってしまったのである。インドネシアは多宗教国家ではあるが、イスラム教徒が大多数を占めている。この投票結果が発表されると、インドネシアの海峡都組織はモニター誌を遮断した。海峡都のグループが編集部に突入。オフィスのコンピューターなど機器が破壊されるという事件が起き、編集長は逮捕され、牢に入れられた。そして政府命令によりモニター誌は休刊となってしまったのである。政府がこういう措置を取ったのは、来年総選挙を控えているからだ。政府が、現在政府としては総選挙まで多数派のイスラム教徒を刺激したらまずいというわけだ。彼らの支持がなければ選挙に勝てないと伝わったし。ところが問題はそれだけで収まらなかった。モニター氏の親会社はコンパスなんだよ。それで、今度はイスラム教徒の攻撃の矛先がコンパスに向けられた。コンパスはキリスト教系の新聞だ。それでコンパスはイスラム教徒に戦争を仕掛ける気なのかとイスラム教組織は言い出した。そこで政府はコンパスに圧力をかけ、新聞での政府批判や攻撃を差し控えるようにさせたのさ。それでコンパスも少なくとも92年総選挙までおとなしくしていなければならなくなった。それで時事漫画の回数も減らされてしまったというわけなんだよ。漫画のテーマも国内問題を避け、湾岸戦争など国際問題を扱うようにしなくてはならなくなった。
まあね、これでもそれでもこの漫画家さん、須田歌さんというのは頑張っていたということだけれども、こういうあれな、日本をテーマにした漫画、彼の須田歌さんの漫画がインドネシアの人気ユーマ週刊誌ユーモア、発行部数5万の1990年10月号に転載されているが、特に日本をテーマにした漫画が選ばれている。例えば次のようなもの、新しいノアの箱舟の漫画、新しい洪水ではなく日本製の自動車が地表を覆い尽くしてしまったので、ノアは動物たちを箱舟に乗せて自動車の海を漂っている。パシコムおじさんが日本でタクシーに乗っていると運転手が途中で車を降りており、道端で立ち小便している漫画、背景に大阪城が見える、恥ずかしいと呟くパシコムおじさん、これは3年前タクシー大阪でタクシーに乗っていて実際に経験したことだと伝わったし、お相撲さんが食事をしている漫画、幕の内弁当のような容器の中にはインドネシアの島が描かれており、力士は島に育つ森を箸でつまんで食べている、インドネシアの木材を輸入している日本を批判しているのだが、同じ趣向の別の漫画に食事をしている貧しいインドネシアの人を大きな手を伸びてきて箸でつまもうとしている、日本のビジネスマンの手だとわかる。木材から割り箸を作って日本の工場が中央アジアのスマランと東ジョアのスタバヤにあるとするわけだし、その他、89年の宇野首相による芸者スカンダルを描いた作品、それに経済援助と記した着物を着た侍、ちょんまげ姿の怪物の姿もある。これらの絵はシルクスクリーンの版画に刷られ、90年の12月にジャカルタで展示されたが、その怪物の絵を見て中ジャカルタの日本大使は怒っていたそうだ。でも日本の共同通信の人はこの絵が気に入って喜んでくれたけどね。こういう、うん、いるいる。その前のはこういうのね。とか。こういう歌舞伎姿のあれをした。だからまあ、よくあれやしかりというかまあね。この日本というこのケースにしても、ケースにしてもですよ。まああの、他者に対するイメージっていうのは、まあ割と類型的なものでしかありえない。で、これがその、映画化になったパシコモおじさんの写真。でこの映画でパシコム氏は町の小じきたちの代表にされ、小じきたちとパレード行進をする。最も小じきといっても町でゴミを集めて実際これ活動に関わる配信回収業者たちのことで、インドネシアではポムロンと呼ばれている。彼らはパレードでも捨てられたもの、空き缶などから工夫して楽器を作り、ブラスバンドを行進するのだ。パシコムおじさんはこの配信回収清掃業者たちの組合の代表にされるのである。財団の金持ちから、寄付を受けた彼らはパレードしながら次のように歌う。お金援助さえあればいい、この前まで買って買って買いまくるんだ。映画の中でポムロンたちに対して彼らは自立しているというセリフがある。これはこの映画の、制作の少し前、スガルト大統領がインドネシアの失業問題に触れて、ポムロンたちを見よう、彼らは自立してはないか、彼らに習うべきだという意味の発言をしたとことに称している。つまり実質的な失業者であるポムロンたちを称えることで、ジャカルタの失業問題について都合よくすり替えて言い方をしたのである。これはね、JGM スラウタ氏がサラワークの新聞の依頼で深夜2時間で描き上げた漫画、銀行の角のコンピューター化を封じている、ザ・ピープルズ・ミラー。こういうね。だからまあ、こういう頃というのは、なんかコンピューター化みたいなものが始まった頃かな。次は香港。香港ね。
マレーシア。これね、すごい面白い話なんだけども、イスラエル出身の国際的漫画家、ラナン・アール・ルリー。1983年から朝日新聞に1年間連載した漫画に登場した日本人のキャラクター、太郎さん。ルリーはその頃ニューズウィーク誌の国際版に時事漫画を描いたりしていたが、後で漫画家の佐藤三平さんに関わったところ、朝日新聞のヨーロッパの支局の人がルリーと接していたらしい。ともかく朝日新聞は彼と漫画連載を契約したのだが、その時アメリカにアンクル・サム、イギリスにジョン・ブルーというふうにその国を代表するキャラクターがある。日本でもそれに相当する日本人のキャラクターを生み出したい。それは漫画の中に登場させてくれとルリーに頼んだ。そこでルリーは日本人の代表イメージとして太郎さんを考案したのだった。しかし1年間朝日新聞に連載したルリーの漫画は大して評判にならなかったし、太郎さんというキャラクターは別に一般化しなかった。来日したルリーは日本の新聞漫画家たちと座談会を行い、それは朝日新聞の紙面を飾ったが、読んでいてどうもしっくりしない印象を受けたことを覚えている。後で彼と話した漫画家に聞くと、ルリーの評判は散々であった。あたかも銀行家のようにいつもスーツにネクタイ姿のルリーは、自分は単なる漫画家ではなく政治分析家だ、なおとなおったものだから何を偉そうにと日本の漫画家たちの反感を買ってしまったのだ。それでも1年後にルリーの連載をまとめた太郎さんの政治漫画等本、新潮社という立派な単行本として刊行している。この本には筑紫哲也氏による解説をつけられており、それで私はルリーが、朝日新聞社と単なる漫画家としてでなく政治分析家兼漫画家として契約していたことを知った。彼と新聞社との間でいろいろ駆け引きがあったことも記されている。また私は当時ルリーを担当していた朝日新聞の記者から、最近になって話を聞く機会もあった。それによるとルリーは日本のホテルでも外国の要人を泊めるのと同じ部屋に変えてくれと要求したり、ともかく自分の大物無理をその記者にも印象づけようといささか滑稽なほどだったという。そんなことは別に構わないと私は思うけれども、そういった姿勢が漫画にどう影響するのしないのか。私はその後、日本ではなくアメリカなど外国の知事漫画家に会うたびにルリーについて聞いてみたが、興味深いことに彼のことをよく言う漫画家はこれまでのところ一人もいない。あいつは漫画家じゃない、あの下手くそな絵は何だという反応がまず来る。ルリーはもともとジャーナリストで、途中で漫画家に転じたから。絵は丁寧だが確かに下手で漫画らしい自由さに欠ける。それ以上に彼らのどこか高飛車な態度が漫画家たちに嫌われているようである。もっとも彼の漫画を評価するってアメリカ人にもあったが、その人は漫画家ではなかった。いろいろ、まあ、面白い話だったかな。次、魯迅の小説の挿絵を描いたフォン使い。
この人、まあいいおじいさんだな。この差し入れってなんだ、こういうものですか、こういうものですか。さっきの話を思わず笑いましたかね。これな、路地の教室のイラストとこれみたいなのかね。見える。こういうイラストをつけた。ということです。次、インドアニメ映画の先駆者ラム・モーハン。マニラ・ブレディン。小川慎介。ロックスリーっていうのは誰だ、ロックスリー。うん、マリア・ブレディンの異色漫画家ロックスリー。フィリピンの実験映画作家ロックスリーな。でちょっとまあ飛ばすんだけど、まああのまあ、こんなあれらしいけど、これロックスリー。でこの実験映画の一場面とか、うん、それなんだけれども、実験映画の一つ、スピット、ツバのアニメーションの皮肉だ。頭に脳みそを持たない男が現れる。空には脳みそがふわふわといくつも浮かんでいる。空いっぱいの脳みそ、男はその脳みその一つでも取ろうと試みる。だがどうしても空の脳みそに手が届かない。男が問う。なぜ俺には脳みそを取れないのか。天井から神の声が答える。脳みそを取るには脳みそがなければいけないのだ。各地男は永遠に脳みそがないままで生きるほかない。点点点。東京へ来たロックスリーはその足で山形国際ドキュメンタリー映画祭へと出かけていった。記録映画作家の小川慎介氏に会い打ち合わせをするためだ。小川慎介氏は日本の農村に生きるフィリピン人花嫁についてのドキュメンタリー映画を作ろうとしているのだが、その中にアニメーションの部分を含み、そのアニメをロックスリーに依頼しようとしているからである。この組み合わせは興味深いと私は大いに期待していたのだが、その後小川慎介氏は92年2月7日に急逝された。おしまいとならないというな。なかなかこの複雑な、まあね、複雑なですね、事情というものが、まあ、あるわけなんですが、まあね、これね、あの、ファント雑誌、ファンドゥマガジン、香港、これな。ファンドゥは漫画を主としている。香港の出版物の市場において、漫画本の伝統的イメージは子供や若者を読むものである。しかし、ファンドゥマガジンの基本路線は風刺とユーモアの手法で、政治、時事、社会現象を反映することであり、そのため対象とする読者は比較的成熟した人としている。これは大胆な試みだと言えないことはない。当然、成熟した、読者がファンドゥを買って家に帰れば子供は興味を持ってめくり社会的な意識を持つことになるだろう。これもファンドゥ関係者の望むところである。香港人は64天安門事件を経た後97香港中国への復帰の節目を前にして少なからぬ人たちが皆政治上の諦め無力感を抱いているだろう。もしこのために現実を避ける政策を取り何も聞かず何も問わないでいるとしたらそれは方法ではない。ファンドゥの取り上げる政治風刺社会の優雅はもちろん厳密に分析を行う政治上の代わりにはならないが、そうはならないか。
これにも特徴があるのであり、同社はこの雑誌の中である種の建築者が老家になってとなって登場した面積は少なくとも胸の中の鬱憤を出すことができるだろう。ファンル、ハントというのは広東語でその意味はいたずら者の謀反の類である。ファンルーの党の字は現在中国内での戦うの簡単字である。もしハントゥーと見ると、あの人間性の欠片もない階級闘争に反対するとも見ているのである。で、まあそこまで、ここまで読めるかどうかはまあ知りませんけど、私はね、中国の、この何十年代の苦悩の原因は国家のリーダーたちの内部闘争が足りなかったことである。彼らは自分の闘争を繰り返して人民を泥水の中に引きずり込んできた。闇雲に何十年も互いに闘争してきた。このようないわゆる階級闘争には反対するにはいられない。ファンルーの哲学は笑いと怒り、笑いをもって厳しい題材を包み込むことである。ある人が、かつて、こう言った。中国人は笑いを、中国人は笑いを知らず、ユーモアを理解しないと。私はそうは思わない。ただ我々に笑う機会がなかっただけなのだ。もしある民族が笑いを知り、人をあざけり、自重することを知っているなら、刀光血影、刀に光に、血に影の恐怖を引き起こし、人の命をもって自己の権威と家父長正式の尊厳を守るようなことをするはずがない。この観光物が石頭の老人たちに影響を及ぼすはずのないことは分かっている。彼らは絶対見るはずもない。あるいは我々は間接的に彼らの役に立つこともあるかもしれない。つまり、人民の不満を幾分とも表現し、大衆がファンルーを読んだ後、その場の爆笑をもって不満の駆け口となれば、街頭で騒ぎを起こすこともないくらいである。しかし、いかなる人も生理現象から抜け出すことはできない。石頭の老人が笑いを知らず、家父長制の尊厳を装っているとしても、彼らが詐欺、我々の世代が笑いを知るのならそれでいい。指導者グループは取り替えられるのだ。西側社会は政治風刺を、政治の真理を表現する道として見ており、西側の原始は自分に関する漫画を横に収集さえしている。これは学ぶべき文化である。我々中国もこうやってほしい。編集長、バリューによるこの元気のいい関東言を記しながら、もう15年以上も前だが、イギリスのユーモア週刊誌、パンチが日本特集を組んだ。その時の内容を思い浮かべた。それ上には、日本人もようやく自分を笑うことができるようになったようだと書かれていたものである。しかし当然のことながら、日本にしても中国人にしても昔からユーモアを持っていたはずで、ただ時として自分を笑うことは難しさはあったに違いない。それは自分一人を笑うつもりでも自分の属する国家、国を笑うことにつながり、そうした笑いは封殺されることがあるからだ。そういえば、今の中国の漫画は面白くなくなっていると、人民日報増刊の月2回発行の漫画シリーズ、風刺とユーモアの編集者である漫画家のインタオ氏が90年の9月にマレーシアで私に言ったものだ。天安門事件、天安門事件ね。天安門事件以後、政府の漫画への締め付けが、政府の漫画への締め付けがあって、漫画たちが風刺を自粛してしまった。おかげで、前世紀には80万部もあった風刺とユーモアの発行部数は45万に落ちてしまったよ。漫画はつまらなくなったからだ。
地味は正直だよ。動かなくなってますよね。なんでしょう。なんでってことはないけど。いやだからこれをだから今切ったんで強制終了で。強制何？強制終了。マレーシアのラットは日本で盗作された。だいたいこれね、あの、これは大衆館書院発行の雑誌シニカの1994年4月から2年間の経って連載されたものですということですね。この後書きを書いているうちもアジアと日本をめぐる漫画状況に新しい動きがあります。香港のある新進漫画家は村上春樹の小説をつけれ、彼らの小説は中国語圏の若い世代に驚くほど共感を持たれ読まれています。その短編をつい最近コミックス化しましたし、香港最大のコミックス出版社玉堂出版は日本側と正式契約を結び、中国の出版社と組んで今年の春から手塚治虫の漫画300巻の中国語版を刊行しようとしています。中国アニメの父、ワン・ライミンは今93歳ですが、昨年12月、上海国際アニメーション大会に参加しており、再び彼の自宅を訪ねた私は、その元気な姿に驚いたものです。また、ボーネオ島のカリマンタンで現地の漫画家が熱帯雨林の伐採を監視に訴える漫画家を描いている一方、日本のあるコミックス誌には、ボーネオ島ジャングル冒険の旅に読者を募る企画が出ていました。小野昴生さん、本当知らないけど、まあ、あの、今アジアが面白いとか、手塚さんとかそういった著書があるそうです。うん、で、まあ、今日はね、こういうものを読んでみたけど、これ、アジアの漫画。ね、面白かったですね、これね。なんで、あの、僕がこういうものを持ってるのかといえば、まあ、あの、図書館の、近所の図書館のですね、リサイクル図書でいただいてきたんですけれども、でそういう本結構いっぱいあるんだけど、つまりあの自分が知っている著者ではないとか、あまり詳しくない、ね、なんかあんまり冒険してあの買ったりとかできないとか、そういったものでも、まあ、リサイクルであれば、まあ、大体関心があるようなところからはまあ広くですね、いただいてきて、まあ、眺めたり読んだりということをしているということ で、その中に一冊としてこのアジアの漫画というのがあったということで、そういう本いっぱいあるんだけれども。そして今読んでみたんだけど、まあ、もちろんこの小野さんという人の本を読んだというだけで、このこれ取り上げられている人たちの実際の作品をですね、まあ、そのインドネシアとかなんだとかいうものに全部読んでいるわけではもちろんありませんから、だからそういう意味では別に詳しくないわけですけど、ただまあこの概論的なこれ読んでみても面白かった、いろんな意味で面白かったですね。一番なんかいろいろあったけど、なんか笑ったのはね、まあね、あれでしょ。なんか、香港かフィリピン、あ、その、風刺漫画でさ、あの、だからその、政治家だけじゃなくて、その庶民も風刺してるっていうのが面白くてさ、あの、あ、なんだ、あの、要するにね、まああの、まあ、言うと面白かったんだけどね。あの、つまり、警官と老坊が行って、その老坊を追いかけて、あの、言うと、その老坊を開き直って、俺は庶民様だぞ、みたいに言うっていう漫画とか。
だからそれは別にあれですよ、まあね、庶民様も何もないわけだけれども、まあ、やっぱりまあ人間心理っていうのはあまり世界どこにも変わらないということと、まあ、あとそのフィリピンにおいてはその最大の関心事が政治である。その政治が、まあ、ある意味では、まあ、語訳的なのはいいことかどうかは知りませんけれども、そうするとだから韓国とか何かでも政治に高い関心を持っていて、で例えば日本のように昔から今もそうだけど、そうだったらしいけれども、時の総理大臣を聞かれてもわからないとか、もうすでに、まあ、あの開封になっているように泣かされて答えてしまうとか、そういったのはあの他の日本以外のアジア諸国ではあまりないらしい。つまりそれだけ、まあ、政治状況が厳しいから、まああのまあ、それを、まあ、誤訳としているという側面もあるとしても、まあ、そういった、まあ、今の大統領とか首相は誰かということは、まあ、若者とか大学生でも、まあ、誰でも知っているのは当たり前だけど、まあ、日本は、まあ、昔からそうだけども、まあな、あの今のそういう大臣はとか言って、もう正解できない大学生もいいみたいな、あのもうつまりもう開封になっているのに泣かされて答えてしまうとか、まああと俺も最近あったけど、つまり知り合いっていうか、まあな、知り合いっていうか、まあ、政党的な高校生に、まあ社民党の党首の人知ってるって言ったら知らないっていうことだったし。俺は驚いたんだけど、まあそういうことだったし。まず、あ、面白かったというのはこのね、韓国の、これさっきのね、金さん、キム・ソンファさんの、つまり警官と老婆がいて、お相手の老婆が開き直って、俺は庶民だぞという、そうすると警官が、母は庶民さと、様とも知らず失礼しましたと謝っているっていう。これ面白かったね。まあ、あといろいろあるんだけど、あとはそのインドネシアの、その人気投票で、その、ムハンマドよりその社長か何かが上になってしまったから、もう抗議されてしまったというものとか、まあ、あとはね、なんだ、それも面白かったけど、あとはなんだろうな、その、イスラエルの、ね、ルリーさんな、これもともとそれは、これイスラエルは、これアジアの漫画っていうタイトルだから、イスラエルはテーマじゃなかったんだけども、これはね、マレーの漫画家さんの、その漫画家にその、イスラエルのその、キャラクター、太郎さんが出てきたらしいということで、それの流れで出てきたわけだけども、その、ラナン・アール・ルリーさん、イスラエル出身の国際的漫画家、これこの人はまあ、存在そのものが面白かったっていうか、つまり日本ではその朝日新聞に一年連載したけど、それはパッとしなかったけども、政治分析家兼漫画家だよっていう、これで押し通して。で、日本のホテルでも外国の要人を止めるのと同じように帰ってくれって言ったりとか。で、まあ、第2期の評判悪いっていう、そういう、面白この人自身面白かった。とかでもね、そういう感じでした。っていうか、俺はだからまあ、そういう、80年代とかなんかそれは記憶ないけど、まあ、朝日にそういう外国の漫画家が 1年間も漫画連載してることあったっけな、いろいろ覚えてないんだけど、ね。ね、まあそういうことで、まあ、こういう、まあ、アジアの漫画とかね、そういったものにも目を向けるとですね、非常に面白いですね、まあね。こうやって、まあ、広く見ていくと面白いね。いや、僕は面白いと思うんだけど。いや、だからまあ、なんか。